テンプレートの画像と同じ標本、アグラオケトゥスは、約1597万年前から約 258.8 万年前にかけて、すなわち、新生代新第3期中心予中葉にあたる、ランギアン諸島から新生代新第3期、中心予中葉から新第3期末までの間、当時の大西洋及び太平洋での生息が確認されている化石クジラ類の一族。クジラ偶蹄目ヒゲクジラアモクナガスクジラ上科、アグラオケトゥス科に分類される。化石は大西洋側にあるアルゼンチンのパタゴニア地方、アメリカ合衆国先海岸、ベルギー、オランダ、太平洋側の日本から発見されている。かつては他の多くの推定、ケトテリウム類とともに、ケトテリウム科の一族とみなされていたが、研究が進み、真のケトテリウム科とは異なる系統群と判明した。アグラフセタス属名の構成要素であるアグラフ、マイナスは古代ギリシア語のアルファガンマラムダアルファに由来しており、その意味はルミナス、光り輝くである。同根語としては、世界史上最初の女性の天文学者として知られている人名のガンマラムダアルファニューカッパイータがあり、こちらは光り輝く勝利を原義としている。また、アグラウスという語形はそのまま生物の種称名に用いられることもある。一方、セタスはクジラを意味しており、古典ラテン語で大型の海洋動物を意味するセタスから来ている。ホロタイプは MLP5 から1。本属の最初の化石は他の絶滅クジラ類の化石に紛れる形で19世紀にベルギーで発見されている。頭蓋骨は後に南アメリカの中心予下部の地層から発見された。本属の標本はイングランドの自然史学者リチャード・ライデッカーによって1894年にシタシリウム・モレニとして記載された。すなわち当時はナガスクジラの系統群に属するとおぼしき先行者を暫定的に寄せ集める棚として機能していたケトテリウム科に収納すべきケトテリウム属の新種と考えられた。しかし、1934年、スミソニアン博物館所属の動物学者、レミントン・ケロックは、モレニ種は、ケトテリウム属とは別属に分類すべきとし、新属アグレアセタスであるとした。目下のところ、アグラオケトゥス属の下位分類としては、上述したタイプ種である、A. モレニをはじめ、A. longifrons、A. burtini、A. longifrons、A. rotundusが知られている。ただし、グラム自然史博物館所属のメッテールストルプ、ステーマンが2010年に発表したケトテリウム科の系統分析では A. burtini、A. latifrons、A. longifrons をプレシアセタス属の種、A. rotundus をアンファセタス属の種としている。ケロックは、また、アメリカ合衆国先海岸のバージニア州にあるカルバート層で1968年に発見したクジラ類の頭蓋骨化石をアグラオケトゥス属の新種 A. patulusが考えた。しかしながら2013年にトリノ大学所属の古脊椎動物学者ミケランジェロ・ビスコンティラが行った分岐研究によりパッチラスはアグラオケトゥス属のタイプ種とは異なる系統発生的位置にあることが判明し2020年にアトランティケトゥスへと属名が書き換えられた。ナガスクジラ上科には原生のナガスクジラ科が存在するが、アグラオケトゥス科は、顎の上昇過程が、ナガスクジラ科より、原始的な形質を有する先行グループの代表的なものとして本属のみで構成されている、絶滅科である。先行者ということでは、これも一属のみで、ディオロケトゥス科を構成するディオロケトゥスや、コフォケトゥスなどが属するペロケトゥス科も、比較的近い位置にあるが、これらは今のところ上下の階級レベルを特定されていない。国別フォッシルワークスで確認できる化石の産出地は以下の通り。数字は標本の数、地層別。ありがとうございます。